順次これを許します。河野太郎君。河野君おはようございます。おはようございます。自由民主党の河野太郎でございます。大臣今日は長丁場お疲れ様でございます。よろしくお願いします。今の大臣のご発言の中にもありました年金制度でございますが、厚生年金というのは果たして持続可能なんでしょうか。厚生年金制度は現在の形で100年間維持できると大臣はお考えでしょうか。小宮山厚生労働大臣。ですね、厚生年金ご承知のように5年ごとに再計算をして、で今2038年までのマクロ経済スライドがかかるようになってますが、現実には今デフレ下で機能しないようになっているので、今回法案を提出をして特例水準を解消し、そのデフレ下でも働くようにマクロ経済スライドをぜひ党派を超えてですねご議論をいただいて、そうした仕組みも導入をしながら、100年後まで安心できるように設計をされているものと考えています。河野太郎君。そうすると現時点では100年間持たない、そういうご認識ですか。小宮山厚生労働大臣。いや今申し上げたのは今のマクロ経済スライドがかかっているのは2038年までですけれども、その先代替率を 50% これを維持していくのにはどうしたらいいかということがございますので、それはかける保険料の問題、給付水準の問題、いろいろな形、また積立金を現在は100年後に1年分になるような計算でやっていますけれども、そうしたことの組み合わせの中でこれは持たなければ困りますので、持つような制度に工夫をしていく必要があると考えています。河野太郎君。そうすると所得代替率 50% は今のままでは維持できないということでしょうか。辻、厚生労働副大臣。まず副大臣。委員ご承知のように平成21年の財政検証におきまして、50% の所得代替率を下回らないということを一つの政策方針としながら、有限均衡方式100年間で財政を収支するという形で、対応しているわけでありまして、まあ、そういう意味合いにおいて、現在の財政再検証で、検証されておりますように100年間所得代替率を 50% にしつつ財政収支が見通されているということでございますので、現行制度において維持できるものと考えております。小宮山厚生労働大臣。さっき申し上げましたように、その維持できるような形に、やはり5年ごと の検証の中でですね、まあ、将来 の人口の推計ですとか賃金 傾向ですとか、それから財政の事情とかを考えて計算をしていきますので、持続をさせていけるというふうにいかなければならないというふうに考えています。河野太郎君。そうすると保険料率が 18.3% で固定されるということは変わる可能性があるわけですね。小宮山厚生労働大臣。それはまあその時のいろいろな状況によりますけれども、今はその固定される形でやっていますけれども、そこはその先の状況の中で考えうるというふうに私は思っています。河野太郎君。そうすると 18.3% で100年間固定するというのは変わる可能性がある、逆に言うと変えなければ維持できない可能性がある、そういうことですね。辻厚生労働副大臣。財政再建省の中でも申し上げているわけでありますけれども、今のスキームというものは次の財政建省までに所得代替率 50% を下回ると見込まれる場合には給付水準の調整の終了、その他の措置を講ずるとともに給付および負担のあり方について検討を行い、所要の措置を講ずるということになっておりますので、今のスキームのもとにおきましても負担のあり方について検討を行うということになっておりますから、そういった意味におきましては今の段階で変えるつもりはございませんけれども、 18.3% についても検討するということがその時点では発生するということがあり得るということだと思います。河野太郎君。答弁は厚生大臣でお願いしておりますので、厚生大臣に答弁をお願いしたいと思います。年金財政の再検証というのは最後にいつ行われたんでしょうか。小宮山厚生労働大臣。平成21年に行っています。河野太郎君。自公政権の時にですね、民主党、当時野党だった民主党からは現在の年金制度についていろいろご批判をいただきました。で、私はそれは非常に的確なご批判だったと思っております。
しかしその政権交代した後ですね、債権省は行われてないということなんでしょうか。つまり今の民主党政権は野党時代にいろいろとこの財政債権省についてご批判をされておりました。野党時代に批判をされた財政債権省を政権交代をした後に再度行わない、つまり自公政権、皆さんが野党時代に批判をしていた財政債権省をそのままベースにして今政策が行われているということなんでしょうか。小宮山厚生労働大臣。現在は今までに行われていた通りの形で行っていると思っています。それでやはり100年間を見通してこうやっていくときにですね、足元のいろいろとその、積立金の運用状況などについても変わってまいりますし、現に平成21年度、それで平成22年度によってプラスに乖離するときもマイナスに乖離するときもございますので、あまりその細かくやりすぎてもですね、かえって全体の見通しを作るというのはマイナスに働く場合もございますので、そういう意味ではやはり5年に一度検証していくということでいいのではないかと私は思っています。河野太郎君。その民主党政権はですね、当時例えば運用利回り 4.1% というのはあまりに高いじゃないか、そういうことをおっしゃってたわけですね。そうすると別にその足元の変動ではなくて、100年間 4.1% の利回りで計算したときと、それを適正な水準に下ろしたときとやっぱり違うんだろうと思います。その運用利回り一つとっても民主党政権、当時野党の民主党はおかしいとおっしゃってた。でそれが政権の座についたわけですから、そのおかしいとおっしゃってたところがどれだけおかしかったのか、私なら検証するわけですが、そのなぜその検証すら行われずに今日まで、時間が経ってるんでしょうか。大臣。委員長。大臣。まず、辻厚生労働副大臣。ご指摘の平成21年財政検証における、賃金上昇率、運用利回りと経済前提の設定につきましては、社会保障審議会、年金部会のもとに金融や経済の専門家で構成される経済前提専門委員会において長期的な観点から議論をいただいて客観的に設定したものでございます。そして現在社会保障審議会、年金部会のもとに年金財政における経済前提と積立金運用のあり方に関する専門委員会を設置して、昨年10月から議論を行っていただいているところでございまして、この中でこれまでの計算検証についても行うと、こういうことでございます。はい。小宮山厚生労働大臣。今副大臣からも申し上げた通り、私どもも確かに野党の時にはそういうやり方がおかしいというふうに批判をしてきた事実がございます。その中でどういうふうに見直したらいいかということを今専門委員会を作りまして、そのあたりのことも含めて検討していますので、もう少し時間をいただければと思っています。河野太郎君。最初に主査から時間を無駄に使わないということを政府側に言ってるわけですから、きちっとした委員会運営を主査にお願いしたいと思います。政権交代が起きたのは2009年でございます。2009年の夏でございます。で今や2012年でございますから、これこのままいったら近々3月中にもあるかもしれない総選挙で政権が変わってしまうということだってあるわけですね。そうすると一体全体どういうふうに改定しようか考えてますと言ってるうちに政権がなくなってしまうではありませんか。でなぜそういうことになるのかよくわからないんですが、少なくともですね、技術的な話をさせていただきますと、今回その税と社会保障の一体改革を野田政権で行われるということで、それならばその2009年の財政再検証というのは少なくともその2008年までは現実の数字ですが、9年以降はその仮定の数字を置いて計算をしているのが2009年ですよね。そうすると少なくともここで税と社会保障一体改革をやるというならば、少なくとも足元の数字までは出てるわけですから、仮想の数字でやるんではなくて足元の数字に置き換えたらどうなるのかということを計算をしてくださいというふうにお願いをしたんです。そしたら厚生労働省は拒否をしてきました。それはなぜかというと、前提の数字を変えたら計算をするのに数ヶ月かかりますと。本当にそうなんですか、大臣。本当に今の厚労省のシステムって数ヶ月かかるようなものだと厚生大臣個人的に思われてますか。
小宮山厚生労働大臣ですね。やはりその先々の計算をするのには、一定のやはり過程を置くとか前提を置いてやらなければいけませんけれども、そこの過程を正しいものに置いてやっていくとか、いろいろなことを考えていきますと、やはり一定の時間は必要だと。でそのどういうところを精査していくかによってかかる時間は違うかと思います。河野太郎君。いやいや、例えばですね、物価上昇率、賃金上昇率、運用利回り、この3つの数字ですよね。この3つの数字はもう現実に固まった数字が出てるわけです。私がお願いしたのは、その仮定で入れていた数字を現実の数字に置き換えてくださいということだけですから、別にどの数字を入れようなんていう議論をする必要はなくて、現実に政府が発表している物価上昇率を入れればいい、長期国債の利回りを入れればいい、それだけのことなんです。それに数ヶ月かかりますというわけです。つまり数字を入れてから答えが出るまで数ヶ月かかる、そういうコンピューターを今厚生労働省は本当に使っていると大臣思いますか。いや大臣これ、ね、まず辻厚生労働副大臣。おかしいじゃないですか、聞いてないですよ副大臣の考えなんて。はい、副大臣、大臣の思いを聞いてるんじゃないですか。主査が判断します。はい、おかしいじゃないですか、どう考えますか。お答えください。昨年12月に議員の方からご指導をいただいて、小宮山厚生労働大臣。委員長のあれを変えて申し訳ありませんが、私の方からお答えします。議員からは昨年12月に計算をというご依頼をいただいたということなんですが、その時点ではやはり新しい実行推計が1月に出るとかですね、あとは経済財政の中長期試算、これも1月末に出るというようなことがあったので、直近のものにしてもなるべくその正しいものというか今の実態を表したものを入れて計算をしたいということで、昨年末にはちょっとすぐにはできないとお答えしたというふうに私は聞いてています。それで現在その数字を入れるということは可能だと思うんですが、別に厚生労働省のコンピューターの機能が悪いということではなくて、再三申し上げているように、その100年後まで安心な年金にというときにどういう形のものを入れていくのか、今いろいろな状況の中で欧州の債務危機ですかとか東日本大震災のことですとか、今非常に景気が落ち込んでいる状況がある。ただこれはまた来年には回復をするとかですね、足元だけで計算をするとかえってその先の見通しを誤るということもあるというのが、やはり5年に一度再計算をしていくということの元にあるかと思っていますので、直近の数字で出すことが本当に将来の見通しを正しく、判断できることになるのかどうかということから、やはり5年に一度ということで計算をさせていただくのが一番その、安定的な数字が出るのではないかと私は考えています。河野太郎君。その2008年の数字をベースに計算する方が2011年をベースに計算するより確実だって今大臣おっしゃったわけですよ。それは明らかにおかしいですよね。で1月6日に素案が閣議決定されたんじゃないですか。そうすると今の野田政権は閣議決定をする前にできるだけ最新の数字で税と社会保障の一体改革を議論しようとはせずに、2008年の数字が最後だった自公政権の財政再建省をベースにこの税と社会保障の一体改革を議論する方が正しい、つまり自分の政権の時に作る数字よりも自公政権に作った数字の方がきちんとした議論ができる。大臣本当にそう思ってらっしゃいますか。小宮山厚生労働副大臣。それはその自公政権か今の民主党中心の政権かということとは別にですね、再三申し上げているようにそれぞれいろいろとその景気の状況ですとか運用利回りとかは各年ごとに変動いたしますので、今の時点ですることが本当に100年先を見越すことになるのかどうかというと、確かに野党の時にはやり方に批判もいたしましたけれども、それはやはり5年に一度やっていくということの方が先を見越した安定的な数字が出ると今私は思っています。河野太郎君。別に予測を入れろと言ってるわけじゃないんです。現実の数字に置き換えてくださいと、一番確実に取れる現実の数字までに置き換えてください、そういうお願いをしたんです。で1月の頭には閣議決定をすると言われるから、それならいくらなんでも民主党政権も数字の検証をするでしょうと。
その人口はそれは多少増えるかもしれませんけども、人口はそんなにたくさん人が生まれたり生まれなくなったり急には変わりませんから、それは確かに最新の人口推計が近々出るかもしれんけども、それを待つよりは少なくとも素案の前にいくらなんでも民主党政権は数字を作られるだろうと思ったんです。そしたら厚生労働省は大臣に伺ったら大臣がそれを拒否した、つまり新しい数字でやれと言ってやってくださいというお願いをしたらやりませんと、なぜかと言ったら厚生労働大臣が拒否をしましたというのが回答だったんです。本当ですね。小宮山厚生労働大臣。その拒否をしたというのはその取り方の問題だと思いますけれど、さっき申し上げたようにやはりあの足元の数字だけでやるよりは5年の平均の中で5年をこう経過した中でやっていくということの方が、私はその安定的な先を見越した数字が出ると思いましたので、先ほどあの申し上げたように12月時点はその1月にいろいろな数字も出る手前であったということもあり、今の時点はあの出すことが適切でないというふうに判断をいたしました。河野太郎君。あの先週の木曜日から毎日推計が出るようになりました。いろんな前提を変えてくださいというお願いをしたら、昨日なんかは数時間のうちに推計が出てくるようになりました。これは現実の数字に置き換えてくださいといえばですね、実は厚生労働省やれるんですね。それを今までやってこなかった。つまり年金の議論をやろうというときに、こういうふうに制度を組み替えたらこうなるよねというのがすぐに出なかったらですね、年金の議論できないわけですよ。これをこういうふうに変えてみたらどうなるか、コンピューター回して結果出るのは数ヶ月後です。あ、やっぱりダメだからこういうふうに変えよう、また数ヶ月経ちましたって言ったら年に3回か4回シミュレーションやって終わっちゃいますよね。で、いくら厚生労働省の年金局がひどくてもですね、あのもうちょっとまともなシステムなんです。コンピューターの時代ですから、それはフォートランを使ってるかもしれませんけども、コンピューター使えば計算弱よりは早く計算ができるんです。だからそのやろうと思ったら実は数時間で数字は出てくるわけですね。で、今何が問題かというとですね、厚生労働省がこれまで自公政権時代出してきた数字というのは政策的に中立ではないんです。あの社会保障国民会議なんていうのもやりましたけども、あの時の前提は明らかに現行制度にとっていい数字が出るような前提条件を置いて、他のこうやったらどうかという制度を計算して、ああやっぱりダメですねっていう数字なんですね。それは明らかにその年金改革の議論に対して邪魔になっているのはその厚生省の将来推計なんです。ですから私はその厚生省が将来推計を出すんではなくて、ちゃんとした独立な機関を作って、そこがその将来推計を出せば政策に対してニュートラルな、政策に対して中立な数字が出てくる。みんなでその数字をベースにして計算をして議論をして、あるいはこの前提をこういうふうに変えたらどうなるか、この制度をこういうふうに変えたらどうなるか、そこがその機関がその数字を受けて計算をする、あるいはそういう中立な機関がモデルを公開をして、経済学者がそのモデルを使ってアサンプションを変えたらこうなりますよという計算をしやすくする。国民みんなが年金を制度をこう変えたらこうなりますよということが分かるようにするのが年金制度改革を透明にしていく、そういうことにつながるんじゃないかと私は思ってるんです。今のように何かあると数字が出されない、何かあると非常におかしな前提で数字が作られる、これで年金は大丈夫ですよと言ってもですね、残念ながらもう国民は信頼してないんです。それは責任は半分以上自公政権にある、あるいはそれは公明党に申し訳ないですよね、自民党にあると私は思ってます。ですからこれから先やっぱり年金の議論をしようと思ったらば、きちんと政策的に中立な独立をした第三者機関が数字を出してきちんとシミュレーションをやれる、そういう環境を作ることが大事なんだと私は思うんですが、厚生大臣どう思いますか。小宮山厚生労働大臣。
ですね、その私は今厚生労働省が出しているものが中立でないとは全く思っていません。それは多くの専門家の方に集まっていただいて、いろいろな形で検証もしながらやっていると思っています。それで河野、委員が言われたそのこういう前提を置いてこういう形でとにかく短い時間で出してくれということだったので、ごくごく粗い計算をさせていただいていると、粗いっていうのはその誤解があっちゃいけませんけれども、先ほどから申し上げているように、やっぱり年金は100年先を見越すわけですから、いろいろな前提条件でいろいろな形でやらなければいけませんけれども、とにかく1日2日で出せというご要望だったので、そういう中で非常に、極めて簡易な方法でやった結果が、お手元に届いていると思います。そうすると100年後には非常に多くの赤字になって持たないということを多分おっしゃるかもしれませんけれども、これはやはりそれを持たせるように工夫をしながらやっていくので、そこでいろいろ今の現状の足元のことでですね、作ったもので判断をするということは、私は先ほどから繰り返して申し訳ありませんが、100年先まで見越す上ではかえってそれはプラスに働かないことなのではないかというふうに思っています。でもちろんその第三者機関で出すということも一つの考え方ではあるかと思いますが、ですからそういう意味も含めて、その超党派でですね、これはどこの政党が政権を取ったって年金は持続可能でなければいけないので、議論をする場を作って、それぞれの考え方を持ち寄ってそういうところも含めて議論をしていただければいいのではないかと私は思っています。河野太郎君。それぞれの考えを持ち寄るというのは非常に大事ですが、その時にきちっと同じ考えで数字が作られなければですね、自分の都合で経済前提を歪めてしまったら議論にならないわけですね。で、私は利回りは 4.1% だと思う、いやいやそうは思わない、俺は 3.9 だと言ってもですね、議論にならないわけです。つまり制度の議論をやる前に将来推計のところで議論がおかしくなっちゃう。だからそれぞれはいろんな考えを持ち寄るけども、モデルだけちゃんとしておけば 4.1% ならこうなるけど 3.9% ならこうだよねというのはみんなが見れるわけです。だったらそれをきちっと公開をして、みんながそこにアクセスをして、私のモデルならこういうふうになるよねということが万人がチェックできる方が、厚生省がなんかモデルを抱え込んで、これはやるべきだ、これはやるべきでない、時間がないから1日で出しますみたいなふうになる今の現状よりはいいと思いませんか。小宮山厚生労働大臣。先ほどからなんか今厚生労働省で作っていることが中立でないかの前提でお話になっていますけれども、ご承知のように自公政権から2年半前に、民主党政権になりまして、民主党政権はまた将来の年金増については違った考え方を持っていますので、そういう意味でもですね、いろいろそれはどちらへ偏るとか政権も変わっているわけですから、それが厚生労働省が頑として違う考え方に固執をしているということでは私は全くないというふうに思っています。であくまでもその将来の試算というのはどういう前提を置いてやるかということなので、その前提の置き方がやはりそれぞれの各党によって、考え方も違うという思いますので、そこのところをしっかりとそこから議論をしていただければいいんじゃないかと私は思っているんですね。で例えば民主党のこの間新しい年金の試算というのが、これはごく一部の人たちで計算したものだという前提でお出しをしましたけど、あの場合にもやはりマクロ経済スライドに近いようなみなし運用利回りをかけているだとか、2分2乗で計算をしているとか、そういう前提の置き方によって違ってくるので、コンピューターはきちんと指示通り計算をするわけですから、その前提をどう置くかということをぜひまた河野委員も入ってですね、ご議論をいただければいいのではないかと。そうしたご議論も踏まえて、厚生労働省としては100年先まで安心できるような、ずっとどういう形であってもこれは持続可能な形にしなければいけませんので、そういう前提で別に厚生労働省がなんかもう凝り固まった形でそのための試算をして数字を出しているということではございませんので、より良い形のものに、作り変えていくということはもちろん考えうることだと思っています。河野太郎君。ですからそのモデルをみんなが公平にアクセスできるようにした方がいいと思いませんか。何も厚生省にお願いをしていちいち計算をしてもらうよりも、きちんとしたモデルを作って、それを第三者機関が運営をして、誰でもが自分の思った前提を入れて計算できる方が今よりいいと思いませんか。大臣どう思いますか。
小宮山厚生労働大臣。私の方からあまり質問してはいけないのかもしれませんが、河野委員がおっしゃっているその第三者機関というのはどういう形のものなのか、今厚生労働省が中立でないという前提でお話になってますが、厚生労働省の中でも、十分に専門知識をお持ちの方々にご意見をいただきながらやっていますので、それがその第三者機関でやることがどういう仕組みをお考えになっていて、結果としてどう変わってくるかというのがちょっと私はいまいちわからないので、もう少しどういうお考えかを教えていただければと思います。河野太郎君。今の厚生労働省は少なくとも現行制度がいいんだ、そういう前提なんですね。それは現行制度がいいという前提でいろんな数字を作るから、運用利回り 4.1% で100年間ですみたいな数字を平気で出せるわけです。しかし第三者機関は別に過去の責任、過去の政策関係ありませんから、本当に一番いいと思うものを出して作ることができる。厚生省は今の制度がいいんですと、これを否定するようなアサンプションは絶対置かない、これを否定するような数字は出してこない。それに比べると第三者機関の方が政策的にニュートラルに将来推計をできると大臣思いませんか。小宮山厚生労働大臣。ですが、その第三者機関というのは今その厚生労働省でお願いしている専門家の方々とどのように違う人たちによってどこでどういうふうにされるのかというのがちょっと私はあんまり具体的にイメージができないんですね。で、確かに私も昨年1年間は副大臣を、そして9月からは大臣をさせていただいて、もちろん厚生労働省の、役人の皆さんはみんな真面目です。一生懸命仕事してますが、変えることよりも今のままを保ちたいという傾向はそれはあるのかなということは私も思いますけれども、そのことが別に公平公正でないということではなくて、やはり厚生労働省は厚生労働省のその役人の皆さんたちも、将来まで安心できるような仕組みにするにはこれがいいというふうに、信じてやっている部分があると思うんですが、そこはやはり私どもも政務の方でもですね、私どもはまた今のままの自公政権で100年安心と言われたものとは違う考え方を将来に向けては持っていますので、そこのところはかなりニュートラルにというか、そこはそうではないと、ここはこういう形でやってほしいということは私の方からも必要に応じてこの年金に限らず指示はしていますので、おっしゃるようにその今までのことを守るために中立でないことをやっているとは私は全く思っていません。河野太郎君。例えば2004年の財政再検査でですね、2005年から2010年までの厚生年金の積立金融の取り崩しは7兆9000億なんですね。ところが実際には33兆5000億取り崩されています。2009年の財政再計算ではですね、2009年から10年にかけての取り崩しは1兆8000億のはずなんです。ところがいきなり8兆円取り崩されているんですと、この財政再計算より現実の数字というのは相当悪くなっているわけですねと、これで本当に今の制度を持つと大臣は思っていますか。小宮山厚生労働大臣。それはですね、やはりいろいろ積立金を運用するその他のことからしましても、やはりリーマンショックがあり、いろいろ経済状況が悪い中で今は非常に数字が悪くなっているというふうには思っています。ただ長期的に見ますとですね、今おっしゃったように5年間で31兆円のマイナスとなっていますけれども、それ以前にはプラスになっているところもありますので、そこは相殺をされていく部分もあると思っていますので、おおむねその平成16年の再計算の見通し通りにはいっているというふうに思っていますので、長期的にこれで持たないというふうには私は思っていません。河野太郎君。その2009年の財政再計算ではですね、2010年度末の積立金が142兆6000億なんですね。で、142兆6000億あると2005年の積立金は132兆、2100年度末の積立金が247兆、2105年の積立金が132兆ありますという数字なんです。ところがその計算を厚労省に計算をしていただきました。これはですね、2009年の財政再計算では仮定の数字で計算をすると2010年末は142兆円の積立金ですよというんですが、実際の積立金はそこないんですね。140兆円しかない。
と、それだけもうスタート台が下へ下がっている。発射台が下へ下がって、後のアサンプションは同じです。後の経済前提を同じで計算すると、2100年にあの債権証では247兆ありますよと言ってたのが、実は現実の数字を発射台にして計算すると40兆円しかないんです。2105年には132兆円があるはずですよと言ってるんですが、現実の発射台で経済前提を置くとマイナス150兆円になっちゃうんです。つまり2009年の財政再建省では100年持ちますよと言ってるんですが、実はもう今の現実を発射台にして計算をするともう100兆円単位でお金が足らなくなるんです。大臣、これで持続可能な年金だと思いますか？小宮山厚生労働大臣。冒頭からなんか同じやり取りをさせていただいているように思うんですけれども、例えばですね、積立金の問題からしましても、平成21年度は、プラス4兆円なんですね。それで22年度がマイナス 2.2 兆円というように、その毎年度ごとに変動があるわけですよ。それで5年ごとに再計算をする中で、冒頭のご質問にもお答えしたように、持つ形で、そこは考えていきますので、そういう意味で今本当にいろいろなものが底の状態というか非常に悪い状態のところでですね、先を持たないだろうというのは、そこは再計算ごとにちゃんと持つような形にしていくということだと思いますし、その中でやはりこれは超党派で年金問題はぜひご議論をいただいて、民主党は民主党の考え方を持ち、自民党あるいは公明党の皆さんはそれぞれの考え方を持って、そのずっとその 安心する本当に老後のこれは安心の柱でございますから、そういう意味では今回の社会保障の改革でも年金を持たせるというこ、そのためにやはりずっと付け回しをされてきた借金体制をなんとかここで一歩踏みとどまらせてですね、安心できるものを、後世の付け回しを少しでも少なくしながらやろうと考えていますので、そういう観点でぜひ委員のお考えも、発言をしていただけるようなそういう場を作って、超党派でこれは角突き合わせてやる話では全くないと思いますので、やっていければいいというふうに思っています。河野太郎君。角突き合わせてやることではないというのは全くその通りなんです。で、岡田さん、枝野さん、古川さん、大口さんと一緒に我々超党派の改革案というのも出しております。で、我々はその民主党政権になって少し自公政権の呪縛から逃れて、この現行制度からきちっとした制度変更ができるだろうと思って、おったんですが、少なくともこの現行制度の持続可能性すら再検証がされないんです。2009年の8月の総選挙で政権交代が起きてから2012年になるまで現行制度の持続可能性すら検証されないんですね。で、この2004年の再検証と2009年の再検証を比べるとですね、例えば2070年の時の積立金は2004年の再検証では284兆円ですよとこう言ってるんですね。ところが2009年に再計算すると560兆円ですっていうわけですよ。5年間しか違わないんですよ。5年間しか違わないのに、積立金が280兆円から560兆円に、2070年、同じ年ですよ、倍になりますと、280兆差額が出ます。そりゃいくらなんでもこんな再検証おかしいよねと思うのは、多分私だけじゃないと思うんですね。国民の皆さんがどこまでこの数字を見てらっしゃるかよくわかりませんが、少なくとも再検証をやって将来推計やってますよっていうとですね、5年経って検証したら、その280円が500円になりますと、お小遣いの話じゃないですね、284兆円が5年経って再計算したら同じ2070年で560兆円になりますっていう議論をしてるわけですよ。それでこういう数字に基づいて政府は議論をしてるから年金は大丈夫ですよと言われてもですね、いやいやちょっと待ってよっていうのが国民の考えだと私は思うんです。で、さっきおっしゃ申し上げましたように、そのスタート代が142兆円だったのが140兆円になっただけで、もうすでにその100兆円のプラスですよと言ってるのが100兆円のマイナスになりますよというぐらい長いスパンなんですね。そうするとリーマンショックという非常に大きな出来事があって、残念ながら2009年の再計算、そのリーマンショックを完全に吸収しきれてないわけです。そうするとやっぱりそれは運用利回りが上に振れる下に振れるというのは、それは鳴らせば
一緒になっちゃうよって、それはその通りだと思うんですが、やっぱりああいうリーマンショックみたいなものと、それは100年に一度の出来事ですなんていうのはですね、それはやっぱり早くから計算に入れてその中に吸収しておかないと、ほっといただけで5年経つだけで200兆と500兆とこれだけの差が出るっていうのがこの計算なわけですから、あれだけのインパクトのあるものが起きたら、それはさっさと前倒しで計算をしなかったらですね、それはほっといてどうにかなりますよというものでは決してないんだろうと思うんです。だからそこがやっぱり感度の問題なんじゃないのかなと。だからなるべくちゃんとやるっていうのが大事だと思うんですね。それでこの100年安心プランというのはですね、あ、もう私は全く信用してませんし、2004年の制度改正の時もおかしいということを散々申し上げて、私は今でもこんなことはないと思っておりますが、少なくとも100年後にですね、1年分の積立金が残っていて、所得代替率は 50% を下回りませんと、それが100年安心と言ってる、まあ、根拠なわけです。だけどそれはもう足元の数字に置き換えて再検証しただけで、もうそんなの嘘だというのが分かってるわけですね。そうするとほら、それだけのことで、100兆円のプラスが100兆円のマイナスになりますよというものをベースにして100年安心ですなんて、まあ、とてもじゃないけど言えないですよね。やっぱちょっと計算をして、極端なケースを計算してみたら、あ、ちょっとマイナスになりましたっていうんだったら、まあ、それでもそれは上下のブレの範囲で吸収できるからなんとかなるかもしれんということを言えるかもしれませんけども、2009年の計算をそれは少なくとも2010年の段階で現実の発射台に置き換えたら真っ赤っかですっていうのはですね、それはもう誤差の範囲というよりは、もともとこれは成立をしてないと私は考えざるを得ないですね。で、今大臣おっしゃったように、とにかく100年間持たせますとこうおっしゃってるわけですけども、それって2004年の前と何ら変わらないわけですよ。つまり2004年の前っていうのは何だったかっていうと、保険料率再計算のたびに上げてきますと。だから保険料率どこまで上がるか分かりません、人口はどんどん減ってきます、人口はどんどん高齢化します、だから当然保険料率は上がります、場合によっては年金給付切ります、一体全体どうなっちゃうのかよく分からんと。だから2004年は 18.3% に固定をして、これでずっといって100年後に積立金が1年分残ってて、所得代替率は 50% で、これで100年安心ですという数字なわけですが、今の大臣のご発言を聞いてるとですね、結局 18.3% は守られないわけですね。100年間保たせなきゃいかんということですから、そうすると保険料率は計算して合わなかったら引き上げますよと、給付合わなかったら引き下げますよ、支給開始年齢、それはダメだったら65歳から引き上げますよということになると、それは2004年以前とですね、全く何ら変わらない、再計算をして合わなかったら合うように制度を変えますという話なんですよと、今ですら2010年の現実に置き換えてすら、もう積立金は、積立金は、2105年度132兆円あるはずのところ、もうすでに現実の数字に置き換えたらマイナス150兆円になっちゃうわけですから、ここから先で、しかもこの運用利回り 4.1%、 賃金上昇率 2.5%、 物価上昇率 1% という前提でいくわけですから、今のデフレ下で、まあまあそれは直近はもうちょっと数字は違いますよと言うかもしれませんけど、しばらく経ったらそれでいきますと言ってるわけで、このデフレ下で賃金も上がらない、国債の利回り極めて低利ですという時にですね、こういう状況で、2兆円発射台が違うだけでこれだけ差が出てきます。じゃあ来年はもっと違いますよね。あるいは11年度末閉めたら積立金はもっと足らなくなります。それは積立金をいろんなものに流用しちゃったからですよね。そうするとこれで100年安心ですと言ってもですね、国民は信頼しませんよね。大臣、国民は信頼しないと思いませんか。富山厚生労働大臣。今の中でもいくつかのことをおっしゃったので、それに全部お答えできるかどうかなんですけれども、ですからやはりこれから年金に入ろうとしている若い方たちにも信頼を持っていただける、そういう年金制度にするにはどうしたらいいかということで、民主党は、その全ての方が
一つの年金に入る制度で、低所得者無年金をなくすというところにウエイトを置いたことを言っているわけです。ただこれも中間所得層以降ではその、年金額が下がるとか、いくつかのその、問題点も確かに課題もあるんです。だからどの制度を取っていっても将来バラ色ということはありえないという、そのことは国民の皆様にも今私も社会保障改革の対話集会で各地を行っても正直に申し上げています。そういう中でやはりこれは各党そして国民の皆様も含めて、これはどう考えても今の超少子高齢社会の中でですね、いろんな意味で本来ならもっと10年前にあるいはそれ以上前にいろいろなことを改めてこなければいけなかったものがずっとこうつけが先送りされてきて、私もその100年安心と、いう時は本当にその100年安心なのかと自公政権でおっしゃった時に私も正直思っていました。ただやはり今私がその年金をお預かりする責任者の立場になって、やはり年金というのは先々に向けて安心できるものでなければいけないので、その安心信頼を作るためにどうしたらいいかということを今厚生労働省も挙げて検討しているわけです。でそういう中でですから、じゃあ今のその付加方式ではダメだから積み立てにした方がいいかとか、その税金と保険料の割合はどうしたらいいのかとか、そうしたことをいろいろな党でまたそれぞれの議員の中でお考えがあるので、それをぜひテーブルに乗せて、こういう考え方だとこうです、こういう考え方だとこうですということを挙げていただいて、国民の皆様とも一緒に議論をするということだと思っています。で安心できるものにしていくためにはもう世界で一番の超少子高齢社会になっているわけですから、その保険料負担を上げるか給付を下げるか、それしかないんですよね、そういう意味では。であとはそれを保険料でやるのか税でやるのか、ただもう河野委員は当然ご承知の上でおっしゃっていることだと思いますけれども、年金制度をやっぱり一つこう根本的に組み替えるというのは時間もかかるし、相当なコンセンサスがないとできないことである中で、先を見越して提案をしながら今の制度をどのようにこう調整をしながら維持をしていくかというところと、それは両面合わせてやらなければいけないので、その中ではまた話が戻りますが、毎年毎年のところで、細かいそのブレが、先ほど申し上げたように21年度と22年度でも、プラス4兆円からマイナス2兆円までいろいろあるわけですから、そういう意味では毎年毎年の変動の中でやるよりも5年に1度計算する方が安定的に出るのではないかということで、今厚生労働省はそういうやり方を取っている。ただもちろん確かにバラ色の経済成長はないですけれども、今の政権の中でも新しい成長戦略とか、なんとかデフレを脱却することを考えていますので、今の状態のままでずっとこう言って悲観的な将来を出すということもまた違うのではないかなと、そんなふうに思っています。河野太郎君。質問通告の中に、例えばですね、2075年に現役1人、高齢者1人という状況になったときに、積立金がなければ、厚生年金の保険料率は、年金金額、支給開始年齢を現在と同じした場合、どれぐらいになりますかという質問通告をさせていただいておりますが、答えは、保険料率はどれぐらいになるでしょうか。小宮山厚生労働大臣、辻、厚生労働副大臣。今の委員の前提を置かせていただきますと、2075年度に必要となる保険料率は 25% を上回るものと見込まれるということでございます。河野太郎君。今3人に1人で 18.3% ですから、1人に1人になったときに 25% を上回るどころではないんじゃないですか。質問通告してますから、正確に何パーセントとお答えをいただきたいと。辻厚生労働副大臣。一定の前提を置いての試算でございますけれども、今出ている数字は 25.6% ということでございます。河野太郎君。3人に1人で 18% で、1人で1人で 25.6% なんですか。その時には高齢化率は今よりもっと高くなっているわけですよね、当然に。それで 25.6% でどうして持つんですか。副大臣、その数字渡されておかしいと思いませんか。以上。辻厚生労働副大臣。詳しくまた別途ご説明させていただければと思っておりますけれども、2075年度の給付費と国庫負担、そして総報酬額を照らし合わせましたときにそういった数値になるということでございます。河野太郎君。それは国庫負担が相当上がってませんか。以上。
辻厚生労働副大臣。その時点での国庫負担、21年財政検証の結果では 22.9 兆円ということでございます。河野太郎君。そこは正確な数字を後でいただきたいと思いますが、結局 18.3% ですという約束をしててもですね、積立金が枯渇してしまうと、まあ、少なくとも建前でも 25% 以上になりますよ。おそらくそんな数字では収まらんでしょう。そうすると一体全体もう年金の保険料を払うために稼いでるのと、で今度は自分が年金もらう側になった時にはきっともっと年金は引き下げられることになる。それが今の年金不信を招いているわけですね。とやっぱりこの少子化で次の世代の人数が少ない時に付加方式を続けるっていうのはですね、それは構造的に難しい。だからどっかの段階で積み立て方式に移行して、自分の分を自分で積み立ててくださいよというふうに移行しなかったら、本当に将来年金がきちんともらえるという年金制度にはこれはならないわけですね。ただし積み立て方式に移行したときに付加方式で来た人たちの財源をどうするか、でこれは二重の負担と言われている問題ですが、これはそんなに難しい問題ではないんですね。つまりいく世代にもそこを分散すればそんなに大きな負担でもなく、この二重の負担は解消することができる。そのやり方は事前積み立てなりなんなり、いろんな今提案をいろんな学者さんがされています。そろそろそのこの少子高齢化の中で付加方式から積み立て方式といった、まあそれが私はいいと思いますが、それはいろんな考えがあるでしょうから、そろそろそういう抜本的な議論をする場をですね、そろそろ作るべきだと思いませんか。小宮山厚生労働副大臣。大臣、厚生労働大臣。はい、それは今河野委員がおっしゃったように積み立て方式というの方がいいという考え方をお持ちの方もいらっしゃることは分かっていますので、今言われたようにそういうことも含めた場を作ってきちんと議論をし、そのことを国民の皆様にもいろいろ考えてご判断いただきたいということは冒頭から私も申し上げている通りなので、そういう場を作って、じゃあ付加方式がいいのままでいいのか積み立て方式がいいのか、特に今おっしゃったようにその積み立て方式に移行した場合に今の付加方式の部分の負担と二重負担になるというところがおそらく私も一番の問題点だと思いますから、その辺のメリットデメリットも含めて議論をしていけばいいというふうに思うんですね。でただそれは自民党さんの中でも、年金専門にやっていらした方は、私どもがその新しい年金制度と民主党の考え方を言っても今のままで大丈夫なんだ、今のままを改善すればいいのだとおっしゃる方もたくさんいらっしゃるので、これは多分党派を超えて民主党の中にも積み立てがいいと思っている人もいると思いますし、そういう意味でももう今これだけ政権交代も起こる時代でいろいろな考え方を本当に真剣に考えていらっしゃる方が多いわけですから、そういう意味では議員全体がこういろいろ関心持つ方がお集まりいただいて、先ほどおっしゃったように超党派で今まで出した報告というか方向性もあるし、今現実にやっているものもあるし、いろいろなことを合わせてですね、とにかくその議論をする場を持つということは私も賛成です。河野太郎君。自民党がやってきたことは原発政策一つ取ってみてもですね、まあ、最初は良かれと思ってやったことが時代の変化に追いつかなくなってきたというのはいくらでもあります。で野党になって今私たちはそういうことをやっぱり真摯に認めて変えるべきものは変えていかなきゃいかん。で私も年金制度は高度成長時代、特に人口がまだどんどん増えますよという時に付加公式方式というのは非常に安定をしたいい制度だと思います。しかし少子高齢化のこの時代にですね、これを続けていきますと言って果たして国民の信頼を得られるかというのは非常に大きな疑問だと私は思っています。いやそれは少子化対策をやって人口が増えるんです、それは増えてみればそれはそうかもしれませんが、そうなるかどうかわからんという段階で、私はその100年安心ですよと言い続けて小手先でいろいろやるよりは、やっぱりそれは今の制度は今の制度できちっと守っていって、少なくともボールを落とさないようにせにゃいかん。それは今の制度の中で年金をもらっていく人もいらっしゃるわけですから、その人たちに不安を煽るようなことをしてはいかん。だからそこはちゃんと守る。しかしこれから年金をもらう人たちに対してはこの制度であなたたちもやりますよと言って信頼できるかというと、そこはなかなか信頼されないだろう。だからそのどこかで切り替えをする、その切り替えた後の制度をどうするかというのをやっぱりきちんと議論をしていかないといけないんだと思います。
で、そこは政権交代のたびに年金制度を変えますというわけにはいきませんから、そこは超党派できちんとやっぱり議論をしてこうよと。で、最後は国民の皆さんに案をお示しして、こっちとこっちとどっちが信頼できると思いますかということをやっぱり伺わないといかんと思うんですね。私は再三申し上げているように、それをやるときにその厚労省の出している将来推計というのは決してプラスではない。だから私はそこは厚労省から切り離して、独立したものを作った方がいい。今日はあの民主党と自民党の理事さんいらっしゃいますから、本当なら例えば国会のもとにですね、そういう将来推計を作るような組織があって、そのアメリカは CBO みたいな組織がありますから、そういうところできちっとチェックをすべきだろうと思います。あのもう一つ、その現在の国民年金のところもですね、その40年はとても払ってませんと、だけど25年も払ってないと支給もされませんと、だから10年にしてみようみたいなことをおっしゃる人が、まあ自民党の中にもいます、あの与党の中にもいらっしゃると思いますが、その10年で支給しますと言ったらですね、66,000円の4分の1しかもらえない、つまり16,500円なわけですね。それはないよりはあった方がいいかもしれませんけども、月々16,500円のこれ生活するというのは相当大変なわけですから、それはおそらくそれしか収入がない方というのはほとんど生活保護になってしまうんだろうというふうに思うんです。そうすると私はですね、やっぱりその基礎年金というのは、それはあの民主党も同じようにおっしゃってますけども、それはやっぱり最低限の保障はきちっとしますよと。でそれはやっぱりみんなに対して最低限必要なものはきちっと出しますと。その代わりその所得がある程度あるところはもうそこはいらないでしょうから、そこはどっかで線を引いて、少し切らしてくださいよというのは、これは当然のことだと思います。だからそれをやろうとするとですね、保険料方式じゃできないわけですよね。つまり保険料方式でやろうと思っても、払えませんでした、あるいは払わないよと、あるいは忘れちゃいました、いろんなケースがあると思いますけども、この保険料方式でやる以上はですね、保険料に応じてお支払いをしますということですから、現役の所得が少なければそこの部分保険料払ってないと、そこは当然満額から差し引きますということになると、結局66,000円が最低必要なんですと言いながら、そこからどんどん今の制度だと引かれていってしまうと、それはやっぱり大きな問題で、全額支給しようと思えばですね、そこのところはその部分は税でやるしかないんだと思うんですね。でその保険料は積み立て方式の部分をそれは保険料でやらざるを得ないんだろうと思いますが、少なくとも全ての日本国民に対して最低限必要なところを保障しようというのは、これはもう税で やらざるを得ないと思うんですが、大臣はどうお考えでしょうか。小宮山厚生労働大臣。今の委員がおっしゃった通りだというふうに思います。やはりあの今の年金制度が信頼されないというのは、国民年金に、まあ、あの穴が開いているというと言い方が悪いんですけれども、未納者がこれだけ増えている中で持つのかどうかということが、あの国民の皆さんもその信頼が持てないという一番元だと思いますので、そういうことから、あの民主党でもその無年金低年金にあの最大限配慮をするという意味で、税で最低保障年金をというふうに考えてきています。ので今委員がおっしゃる通りだというふうに思っています。河野太郎君。あの官内閣だったかと思いますが、与謝野大臣がですね、保険料方式ならこれだけのお金でできるけど、税方式にしたらこんなに金がかかるから、そんなの無理だとこうおっしゃったんですね。だけどこれよく考えるとですね、税方式で全ての人に必要な最低保障年金を払いますと言って、これだけの金がかかりますといえば、それはそれだけの金が必要なんですね。で保険料方式だと安くなりますっていうのは、なぜかというと、この分払ってないから安くなるわけで、それは安くなりますわね。保険料方式なら穴が開くから、本来払わなきゃいけない人にも、あなた保険料払ってませんから年金あげませんよと言って払ってない、でその部分がどんどん安くなるから、保険料方式だと安いですと、税方式だと高いですと、それは税方式ならみんなに金を払うから高くなるのは決まっていて、だからいいですと言うけど、年金をもらえなかった方の多くは生活保護になってしまう可能性があるわけですから、そうすると国家財政を考えれば、それはその分出さなきゃいかん。今の国民年金の制度なら税負担は半分で済むところ、生活保護は全額税金ですから、むしろその厚労省年金局にしてみりゃ
身の問題大したことありませんという話かもしれませんけど、国の財政全体を考えれば、それは財政にとっては非常に負担なんだと思います。ですから、その1階部分の基礎年金をどうするのかということもですね、これもやっぱり超党派でやっていかにはいかんというふうに思います。まあ、その間のつなぎで、支給を10年でやったらどうかということなんですが、私はそれが本当にいいのか。それは1万6500円もらったって孫の小遣いにはなるかもしれんけど、それで生活してくださいというのはとても無理です。逆に言うと、10年で年金がもらえますということはですね、じゃあ10年だけ納めればいいんですねっていう間違ったメッセージを出すことにもなりかねないと思うんですね。これ大臣、本当にこの10年で1万6500円をお支払いをしますというのがいいアイデアだと思っていらっしゃいますか。小宮山厚生労働大臣。それはですね、やはりなるべくその無年金者を救済するためにどうしたらいいかと、どういう形を取ったってちゃんと払ってきた人たちとの公平性の問題とか、問題が全部ベストな方法というのはないと思うんですね。ただベターな方法として、やはりそれは保険料を払っていただいてこう支給するのですよということのその意義も含めてですね、少しでもその無年金者をなくすためにベターな方向として、これは考えてきているということなんです。で、先ほどからおっしゃっているように、やはり最低限の年金のところは税で やるというのは私も同じ考えを持っています。で、その時にお話の中でも出てきましたけれども、やはり生活保護と今は仕組みが違いますけれども、全体としてどうするのか、またその働くことのインセンティブを、なくさないようにするにはどうしたらいいのか、そうしたことをしっかりとした所得を補足する制度を作ると同時にですね、制度全体にわたってそこは考えていかないといけない。ただ今の国民年金は当初作られた時の自営業者で資産のある人ではなくてですね、やはり非正規の方とか仕事してない方とかの割合の方が多くなっているので、今の制度のままで持つというふうには、考えられないという方の方が多いと思いますから、そういう意味ではさっきから再三委員がおっしゃっていただいているように、超党派で、それでまた党の中もいろんな考え方があるので、関心のある方に集まっていただいて、ぜひそのいろいろな形の考え方を示して、これはもう国民の皆さんに深く関わるので、国民全体の議論にしていくという、その考え方には私も心から賛成をいたします。河野太郎君。1万6500円でも年金を払って無年金を解消をするのが本当にいいかというとですね、その労力をやっぱりちゃんとその税方式に切り替える議論に使う方が私は生産性があると正直思っております。ですから、この1万6500円というのはちょっとどうかなと正直思いますが、先ほどから申し上げておりますように、積み立て方式の2階部分と税によるきちっとした最低保障年金という制度にですね、やっぱりこれからしていかなきゃいかんというのは、いろんなその年金に詳しい経済学者の方々と話をしてきておりますが、そこのところはほぼコンセンサスだと私は思っております。違うという方もいらっしゃいますけど、その本当に年金の問題を一生懸命やってらっしゃる方のコンセンサスというのはかなりあると思いますし、我々が岡田さん、枝野さん、古川さん、小口さんとやらせていただいた融資の改革案もそれに沿ったものになってきてるんですね。ですから、大体その方向性はそういうふうに行くべきなんだろうなというふうに思っております。で、やっぱりこれは去年東京財団が、いろんな議論の仕組みを作って議員に呼びかけをして、年金の話をまずやろうよとこう言ってくれたんですが、なかなかその関心がなくてですね、出てきてくださった議員の数が少ないという現実がありました。で、私はもう本当にここでその基礎、失礼、消費税を上げるならば、今こそその上げた消費税を基礎年金の財源にさせてくださいと、5% 上げて 1% 2兆5000億なら12兆5000億ですよね。だけどこの上げた部分を含め消費税で、基礎年金をやりますよということにすると、今の国庫負担2分の1の分が浮いてきますよね。で、これと65歳以上に出している生活保護のお金を足せばですね、12兆5000億にはなりませんけども、これ相当な財源が出てまいります。おそらく1兆円ぐらい少ないかもしれませんけども、相当な金額が出てくるわけでございます。
と今こそですね、実はそういう議論をすべき時で、その消費税を上げますよと言ってる時にむしろそういう議論をさせていただいて、税方式に切り替える。だからその本当の意味で税と社会保障の一体改革というのをやるべきなんじゃないでしょうか。その今の税と社会保障の一体改革ですね、年金はちょっと遅れます、消費税だけは先にやりますという話なんですけど、それをやると結局上げた消費税で、財源を賄うことに使いますということになってしまう。むしろこれは本当に年金改革と消費税引き上げを一体にしてその抜本改革をやるべき時なんじゃないでしょうか。小宮山厚生労働大臣、時間が来ておりますので簡潔に。はい、おっしゃる通りですね。やはり本当に今こそおっしゃるように超党派でこれはぜひ議論の場を作っていただきたいし、そういうふうな形でやりたいと思っています。ただ現在の今ご提示している社会保障と税の一体改革は2015年までを見越して今これだけって形で最初申し上げたようにずっと付け回しをされてきた部分の解消ということも含めてやっておりますので、そうした中で民主党の中の新しい年金の考え方の話し合いも進んでいくと思いますから、ぜひ御党の中でもそういういろいろな各党の中のお考えをですね合わせて議論をして国民の皆様にご判断いただく場を作るという、その河野委員のご提案には私ももう心からそういうふうにしてほしいというふうに思っています。これにて河野太郎君の質疑は終了いたしました。次に柴山雅彦君。